さあ残り 200m のところまでやってまいりました。さあ先ほどはですね4名の逃げだった U23 なんですけれども、ここへ来て少し大きな集団でですね4周回目を完了しようとしています。4名の逃げは完全に吸収されまして、現在大きな集団でこのコントロールラインにやってまいりました。さあ後方確認しながらですね、かなり積極的に明治大学の選手そして共産大などが続いております。さあ4周回完了、こちらはラップの方もまた上がってきました。23分13秒のラップを刻んでいます。さあ大きな集団での通過。選手から集団の後方までが58名ということでですね、ほとんどこちら3周回目からとは人数が変わっておりませんが、ペースアップをかなりしておりますので、選手たちにとってはなかなか厳しい周回だったのかもしれません。さあ非常に U17、15のですねクラスがこちら通過してからかなり迫ってきております。 U23 です。先ほどですねこちら明治大学の選手が1名飛び出していたんですけれども、こちらちょっと最初の鋭角コーナーを入るあたりで選手すでに吸収されまして、また集団でですねこのコーナーをこう通過しております。ここがだいたい5キロから6キロ地点となっておりますが、現在は先頭集団で5、6キロ地点を通過しております。さあジュニアの先頭3名の姿が見えてまいりました。明治大学の金井選手、豊富商業高校大村選手、京都マッサの小石選手の3名がこちらコントロールラインを通過いたします。さあこれで4周回が完了となっております。ラップタイム24分43秒ということで、先ほどから10秒ほど遅れてはいますが、ほぼ変わらずといったタイムでこちら3名が通過です。さあそして前の3名1名と続いて大きな集団がやってまいりましたけれども、ここはかなりですねタイムギャップ開いてきている模様、2分半以上は開いているんじゃないですか、2分43秒です。2分43秒のタイムギャップが開いています。さあラップタイム自体は25分5秒前後ということでですね、先ほどよりは少しこちらの方ラップ速くなっているんですけれども、タイムギャップ2分43秒と開いております。
さあジュニアの選手たちがこちら4周回完了で通過していきますけれども、先頭3名、その後ですねこちら追走2分のタイムギャップで1名、さらにですね先頭からはこちら2分43秒開きまして大きな集団ですけれども、先ほど3周回完了時点では99名の大集団だったんですが、現在は68名まで集団が小さくなっています。さあ選手の姿が見えてまいりました。これで5周回が完了となります。先頭は6名の選手。さあ日大の選手などと先頭にですねこちらまず通過してまいります。さあ先頭のこちら4名の逃げからはですね20秒経たないというところでしょうか、大きな集団がこのコントロールラインに通過してきました。先頭のこちら失礼しました6名からですね20秒ほどで大きな集団が通過しています。 U23 のクラスです。さあ U17-15 が残り 200m を切ってきました。集団のようです。大きな集団でこちらやってきますでしょうか。先ほどは26名の集団でこちら3周回を終えていますが、4周回目に入ってきます。さあ選手の姿が見えてまいりました。4周回完了のこちら U17 のクラスです。2名が先に通過いたしました。タイムギャップはほとんど開いておりませんが、その後方に集団が通過いたします。先頭の2名からですね約5秒ほどでしょうか、集団が続きました。先頭の2名は307番学法石川の緑川達也選手、325番篠井高校の横山光太選手です。その後方から約5秒から6秒のタイムギャップで集団が通過いたします。